それでもいい。やばい、うまそうすぎる。やばいやばいね、これ。やばいよ。皆さんこんにちは、さとこでございます。はい、この日はですね、富士屋のケーキバイキングにやってきているんですけれども、この前にですね、池袋にあるヒーロージェムっていう IFBB プロボディービルダーの児玉慎さんがやっている、ジムにちょっとトレーニング仲間と一緒にボートレをして、その帰りにここに寄りました。おいしい。はい、今回来たのはですね、錦糸町の富士屋になります。はい、ちょっとアフレコなんかめっちゃ久々だから緊張するわ。で、今1個目食べているのがショートケーキです。はい、錦糸町の富士屋ってちょっとあれでしたね、なんかね、種類が少なかったのかな。結構 YouTube でこれ食べようって考えてたんですけど、考えてたのがなかったからね、あーみたいな。ちょっとコーヒーゼリーね、狙ってたんですけど、そういうのなかったですね。大会です、大会です、同じ大会です。うん、私が鏡の前をめっちゃ転生して、私めっちゃ広めてたよね。そう、うん、なんか私の部屋ですから。それで、サトちゃんがビキの後ろを結べなくて、なんか困ってたから手伝ってあげた。なんか最初やんちゃそうな姉ちゃんが話しかけてくるなみたいな、はい、そう、そしたら、え、結んであげようかみたいに言ってくれて、え、めっちゃいい人じゃんみたいな、めっちゃいい人じゃんと思ってて、そっからなんか大会前、出番前とかちょこちょこ喋って、で終わってからもなんか話しかけてきてくれて、はい、今度ボートレしようよって言ってくれて、はい、初めてこの間ボートレをしたもん。そう、隣にいるリカちゃんとは5月に出た大会で友達になりました。筋トレ女子はですね、 SNS でよく見るんですけど、なかなか出会えるところがないのでね、大会とかポージングレッスンとかで仲良くなりたいなっていう風に思ってたので、本当に嬉しい。そう、いや、しかもリカちゃんと筋トレ以外での趣味が全く違うんですよ。バイクをぶん回して乗るバイク女子なんですよ。でそれに対して私はもう筋トレ以外は家の片隅で体育座りをしてるただのデブ症なんで、全く正反対なんですよね。いや、なのでフィットネスって本当になんか年齢とかそういう趣味とかの垣根を超えるんだなっていう風に思いますね。はい、はい、3つ目はですね、なんかショートケーキの上になんかプリンが乗ってるような、はい、ものを選びました。間になんか申し訳程度のフルーツが入ってましたね。ちょっとこれでね、ビタミンを摂取。いや、ダメだね、こういう風に栄養素言っちゃ女子の夢壊しちゃうよねいや、もうなんかもう全ての食べ物をね、 PFC のなんかグラフがポンって出てくるんですよね、食べ物見ちゃうと。なんかそうだね、そういうの夢壊すよね。もうこの日全身トレーニングしてたので、もうね、甘いものがやっぱり体に染み渡りますね。やっぱ和菓子も大好きなんですけど、ケーキ食べると糖と脂質は最強だなってやっぱ思います。 F を感じるわお次は4つ目のスフレチーズケーキですね。まあね、これはね、タンパク質ですからね、タンパク質なんで全然。いやー、でも本当に美味しかったな、ケーキ。今アフレコしててまた行きたくなりますね。いや、なんか食べ終わった直後は結構苦しいなと思うんだけど、やっぱりなんか時間経つと食べ放題ってなぜか行きたくなっちゃいますよね、やっぱり。はい、そして今食べてるのは抹茶ケーキですね。これは結構思った以上に甘かったです。でも私抹茶好きなんで美味しかったですね。はい、早いですね、食べるのが。ハイペースで次はチョコレートケーキ食べてます。はい、これ中になんかナッツみたいなやつが確か入ってたような気がします。いやー、でも本当美味しかったな、これ。
てか今日なんか急遽仕事が入ってしまって休憩中にマックを職場に持ってって編集やってたんですけど、で今家に帰ってきて編集やってて、また旦那がもうすぐで帰ってきちゃうから急いでアフレコを終わらせないと気まずい。なんか恥ずかしいですよね、いくら旦那でもアフレコ目の前でするのって。チョコ食べます？食べる。クマさん、かわいい。はい、7個目はなんかコロコロクマさんみたいなやつを食べました。なんかムースみたいな感じになってて美味しかったです。いや本当はね、ティラミスをすごい食べたかったんだけど、ね、なかったんですよ、ティラミスが。ちょっと残念だった。そうだからちょっとね、煮たり寄ったりな感じのやつを選びました。あとめちゃめちゃ見た目が可愛いな。常に甘いもの食べたい。そうですよ、私凍らしたプロテイン食べてたよ。凍らしたプロテイン、何それ？プロテイン作るじゃん、シェイクで。それを冷凍庫に凍らせて、それをアイスとかに。あ、なるほどね。甘いね。いいね、それ。甘いってかプロテインの味だよ。ガッて飲んで終わっちゃうじゃん。でもさ、氷ですよね、それ。ガリガリじゃないですか、アイスみたいに。滑らかにはなんない。ガリガリなんない、なんない。でもそんなにカチカチでもないよ。それこういうプロテインくっつけやすい。それいいです。プロテイン凍らすか、うん、あとサイリウムってわかる、うんうん、あれでプロテインってたよ。ああ、やっぱサイリウムいいんだ。うん、まあ、いいかどうかわかんない、絞れなかったから。全部自虐だよ、もう。絞れなかったか ら何を言っても意味がない。絞れきれない芸人でいいじゃん。芸人じゃない。私たちはダイエットできない芸人です。やだよやだよ、芸人だよ。そう、よくですね、筋トレ仲間と減量どうやって乗り切ったトークをするのが結構楽しいんですよ。そう、この時はなんか何食べたくなったかっていうのをね、話してたんですよね。いや、まじ、こっから1ミリも進んでない。はい、8個目に食べてるのがミルクレープなんですけども、間になんか桃が入ってましたね。これ結構美味しかったな。そう、最後の方だったから結構ね、口の中が甘ったるくてあれだったんですけども、でもこの時食べても美味しいなって感じたのを覚えてます。私結構食べる方なんですけど、いやー、ケーキだけだったらどんぐらい食べれるのかってめちゃめちゃ気になってたんですが、はい、結構筋肉出しちゃった。この通りでした。このとこで食べてんのちゃう。見るね、待ってる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 、仕事終わってたらこっちに来てよ。もうちょっとね、軽めのゼリーとかあればプラス4ぐらいいけたんじゃねって思いますけれども。はい、今日のところはこの辺で以上ですね。皆さんありがとうございます。